2016年以降の州地図マリ共和国の地方行政区画は8州と1つの特別区に分けられる。さらに各州は49の県に分けられ、マニ288の地区が、その下に最小単位である703のコミューンがある。州は第1級行政区画で、キダル、ガオ、トンブクトゥ、モプティ、セグウ、シカソ、クリコロ及びカイの8つに区分される。 2011年12月14日、国民議会で、新州の創設が採択され、既存の州を分割して新たに、田腕に州と目中州の創設が準備されるが、翌2012年1月に、新州創設の対象地域となっていた、北部地方が、騒乱状態に陥り、行政区画再編は停滞している。首都バマコは特別区として、州と同等の扱いを受ける。 ママ特別区には県がなく、6つのコミューンで構成されている。州は、州議会によって管理され、州議会議員は、コミューン議員から選出される。県は、第2級行政区画で、いくつかのコミューンが集まって構成し、法人格が付与され独立した財政を有する自治体である。マリ共和国には県が49存在している。県議会議員は、 コミューン議員から選出され5年間の任期となっている。県議は以下に示す業務を所掌している。県議会は県に関するすべての事項について意見を発することができ、国、または州の開発プロジェクトの実現のために協議をしなければならない。コミューンは第3級行政区画で国内に703のコミューンが存在している。これについて、 都市となっている19の一級コミューンと684の新コミューンがある。最初のコミューンはフランス領スーダンにやってきたフランス人入植者によって確立される。1992年、バナンバ、ニオノ、ディレ、ディオイラ及びバンディアガラでコミューンが成立する。1996年11月4日のコミューン、確立法に基づき、 旧市街地区を含まない範囲を対象に新しい都市及び農村コミューンとして再編成される。コミューンは直接普通選挙によって選出されたコミューン議会によって運営される。コミューンの市長と議員は非選挙権を持つ地元民から選出されコミューン事務局を形成する。コミューンの専門分野には児童教育、式地、一時健康管理や出産、 地元の重要インフラストラクチャーの管理及び環境を含んでいる。地区とは県とコミュームの間にあるが、県やコミュームと異なり、行政権及び行政当局を持たない。これは単に土地の境界として存在し、管理業務を円滑にするため区分されたものである。一部にはコミュームと地区が一致するところもある。フラッイ水温とは、 主に村落に属する住居の断片を構成している。これは遊牧生活と住居の不安定な形態のため見られるものであり、フラク水温はマリ北部で非常に多い。この地帯では遊牧民たちは村落、または水源のそばに即座に設置して家族を代表する。他の地方においてフラク水温は生産活動のための自家設備が実際の姿である。このため、 さらに南の地方ではフラクス用音は主に1970年から1973年と1985年に発生した干ばつの結果北部地方から流入してきたフラニ族の居住者たちの間で作られているフラクス用音はコミューンに含まれており遊牧民の人口を再編成するありがとうございます